はい、ではですね、続いては新しい人権について触れていきたいなと思います。で、まあこういうですね、まあこう人がですね、まあいろいろとこう文明を発展させていく中で新たな権利とかっていったところも生まれてくるんですよね。まあその時代であったりとか環境であったりとか、だそういったものをこう配慮するような形でですね、まあこう法律が生まれたりとか、だその権利っていうのが認められたりとかっていうのがしていくっていったところです。まずは一つ目見ていきます。環境権ですね。で、この環境権っていうのは、まあ人間らしい生活環境を求める権利って言ったところが、まあこの環境権という形で認められている。まあこれのきっかけとなったのは、高度経済成長期に公害とかが発生したよね。これちょっと歴史でもやったんちゃう。まあこのね、公民でもまたやっていきますけれども、まあそういうですね、この環境とかをこうね、守っていく人がこうね、その生まれ育ったところで、まあこう生活できるようなところだった。まあこうね、まあもちろんね、移動の自由もありますから、まあそのね、自分が住んでるところでしっかりそういうこう権利って言ったところ、権利というかそういうこう生活環境っていうのがちゃんと正しくあるべきだと、そういうのをねちゃんと求める権利っていうのがあるよって言ったところ、まあ公害とかはさすがにね、まあここ最近はあんまないじゃないですか。じゃあ最近でこの環境権とかでよく出てくるのがこの日照権なんですよね。日照権っていうのは何なのかって言ったところで言うと、例えばまあこうお家があってね、そのお家のお隣にねめちゃんこでかいマンションが建ちましたって、でめちゃんこでかいマンションが建ってずっと日陰なんですみたいなね、そんなことがねあったりすると思うんです。でもやっぱりこのね、まあ、日照権というか日に当たるって言ったところも、まあ人にはですね、まあこう権利として与えられてるんだよと、まあそういったところでですね、まあこの環境権とかって言ったところの行使とかっていうのがされてたりとかしてます。だからこの日照権とかっていうのがですね、割とですね、なんて言ったらいいかな、まあ生後問題とかでもこう出てくるので、まあ、言葉としては覚えておいてください。続いてって言ったところで言うと、この知る権利です。まあこの知る権利っていうのは、まあ情報が社会になってきて、まあいろんな情報がですね、まあ国や地方公共団体にもう集まってくるんですよ。じゃあこの国とか地方公共団体の集めた情報を得る権利っていうのがですね出てきたんですよね。でそういったところで、まあこの情報公開法とかっていうのが生まれてきました。この情報公開法、公開法ですね、情報公開法までしっかり覚えておきましょう。でそして3番目がプライバシーの権利ですね。これもまあ情報化社会になってきてっていうのもあるけれども、やっぱりこう私生活が他人に知られない権利っていうのはすごい大切なんですよね。だからその個人情報をちゃんと保護しましょう、まあ、そういうこの法律っていうのができてるよと。特に情報化社会だと、まあ、私生活がこうね、まあ、何かネット上に載っちゃったりとかしたら一気に広がっちゃうから、だからそういうこの個人情報をちゃんと守りましょうっていう法律ができたよって。まあここに関しては環境権、知る権利、プライバシーの権利っていうのでこう3点触れてますけれども、それぞれ日照権、情報公開法、個人情報保護法、この具体例までしっかりと押さえておいて、でまだまだねちょっとねやります。はい、4つ目、自己決定権ですね。この自己決定権っていうのが、まあ、その個人の生き方とかをちゃんと自分で決めることができるよっていうことです。で、こう社会の発達において、まあ、その医療も発達してきたんですよね。だからその医療がこう発達してきた中で、まあ、このインフォームドコンセントって言ったところは、まあこうね、治療のこの考えって言ったところも自分で決めると。例えば延命措置をするのかしないのか、だそういうのも自分でこう決めることができますよって言ったところで、あとはこのドナーカードって言ったところ、まあ、不慮の事故で、まあ、自分が亡くなってしまった時に何かこうね綺麗に残ってる臓器があったらこの臓器を提供したいですとか、だそういうこの意思とかって言ったところを、まあ、出すことができますよって言ったところ、まあ、このインフォームドコンセントとかドナーカードとかって言ったところは、まあ、特にまあその医療関係のものにはなるんやけれども、まあ、そういうその個人の生き方っていうのをちゃんと自分で決める権利っていうのがありますっていう、それはね、まあ、押さえておいてもらったらいいかな。あとはね、知的財産権ですね。まあ産業がこう発達する中で、まあそういうこうですね、まあ音楽とか、あとはまあ映画だったりとか漫画だったりとか、そういったところの著作権とかね、あとは何か発明したものに対する特許権とか、そういうものの、まあ功績とか利益をちゃんと守りましょうっていう、そういうこの権利っていうのが出てきてます。だからね、みんなあれやで、あれしたらあかんで、違法ダウンロードされてる漫画見たりとか、違法ダウンロードされてるそのアニメ見たりとかね、ああいうのってやっぱ著作権がね、侵害とかされてるから。そういうね、著作権って言ったところは、まあその作った人の元にある権利、だそれをまあこうですね、侵害してネットに配信したりとかっていうのは著作権法の違反とかになったりしますよって言ったところです。まあそういうこうですね、文明のこの発達とともにですね、まあ新たな人権の形が生まれてきたっていうふうにですね、押さえておいていただければと思います。じゃあ続けて次に行きましょう。